ニコラ・ジャック・アンドレ・ユーロは、フランスのジャーナリスト、行動写真家、テレビプロデューサー、環境運動家、政治家、エマニュエル・マクロン政権の環境連帯、移行省大臣を務めた、ノール・ケン・リー・ルーマレ、パリ16区の私立エコール、サンジャン・ドゥ・パッシー、ニースの私立コレージュ、サッセルの、パリ6区のリセフェヌロン・セピジュなどを経て1973年に、 バカロレア取得後、パリ第六大学医学部に入ったが6ヶ月ほどで退学した。報道写真家になり1976年には、グアテマラ内戦、さらに南アフリカやローデシアなどを取材し、イアン・スミスにインタビューした。また1979年には、ジャック・メスリーヌが、蜂の巣で射殺される、パリ18区の現場に、まさにいたが、写真を撮ることは断った。 2012年から2015年、地球保護担当共和国大統領特使。2015年、レジオンドヌール勲章コマンドゥールを受章。2017年5月、国務大臣、エコロジー以降、連帯省大臣に就任。同年7月6日、パリ協定目標達成に向けて、2040年までに、ガソリン自動車とディーゼル自動車の販売を終了させる、方針を発表した。 2018年8月28日、ラジオ番組で環境大臣辞任を表明。ありがとうございます。